私は大魂、和の心を世界中に広めるため旅を続けている。そしてそれぞれの国で和の心を持つ者を誕生させてきた。魂、バチオ先生、お面小僧、どんこ、ちょうちんうなぎ、わたがし、みずまりこ、メカドン。まだまだ未熟な者もおるが、みなかわいい子供たちよ。どどんかどんかか、うん、まだわずかながら太鼓魂が残っておるようだな。よし、わしの力で。私の名前は大魂、ここは和の国だ。あなたが助けてくれたのか。いかにも。ありがとう、ドン。よかろう。まずはお前たちに名前をつけてやろう。そこのオレンジの顔のお前。え、オレンジ？誰か？君だ、ドン。え、そうなのか。そう、お前だ。はい。お前の名は今日から和太鼓の和田ドンだ。和田ドン。そして青い顔のお前。え、僕？そう、お前は和太鼓の和田勝だ。よいな。はい。お前たちには使命がある。それは世界中に和太鼓の心を広めることだ。そしていつの日にか金色に輝く金の太鼓になるのだ。はい。よろしい。では、はっ。やあ、どうも。よろしく。うえ、バチオよ、そこにいるドンとカツは今日からお前の弟子だ。立派な金の和太鼓になるよう指導してやってくれ。ははあ。愛を持って二人を育て上げるのだぞ。はい。ずっとお前たちのことは見守っておるからな。はい、ありがとうございます。では、さらばちゃん、あとはお任せください。お達者で。さあ、早速特訓だ。あら、大丈夫なのかこいつらって。